こんにちはグループから音のカタカラトミーグループのおすすめのおもちゃを社員のおしゃべりとおもちゃの音だけで毎回ほぼ一つずつご紹介します今回の音のカタログは株式会社タカラトミーアーツの岡しきと株式会社タカラトミーの高橋玲子がお届けします。 よろししくお願いします,しいします今日ご紹介する商品は昆虫の森シリーズ宝富アーズアツから発売されている商品です今目の前になんか6匹並んでいるんですけれどもお母さんこの昆虫の森シリーズというのはどんなおもちゃなんでしょうかはい、えー、昆虫の森シリーズは、えー、普段なかなか触ることができない昆虫を再現したとってもリアルな昆虫のフィギュアです。 えー、現在6種類発売しています昆虫の森っていう名前ですけど昆虫自身のフィギュアなんですねすごいちょっとサイズがリアルにできてるかなって感じなんですがはい、はいえー。そうですね、えー、実物より少しだけ大きめに、えー、作ってあるものがありますフィギュアのサイズは全長10から14センチになりますリアル感は損ねずにでも 触ったり、動かしたりして、遊んでいただきやすい大きさになるように作ってあります。で、六種類っていうのは、はい、今年のシリーズではですね。カブトムシが、え四、ー、種類、それと、あとクワガタが二種類入ってます。例えば、クワガタになりますと、ミヤマクワガタと。 パラワン大平ヒタクワガタが入っています。ミヤマクワガタはちょっと聞いたことない。パラワン大平ヒタクワガタとか、なんか図鑑を見てるような感じ。ミヤマクワガタの方が頭の形がすごいちょっとかっこいい飾りがついてたりとか、ねはい、クワもギザギザしてて、ちょっと強そうな感じしますね。 で、これ、材質もすごく背中とかすべすべしてて、はい、足もなんかちょっとトゲトゲギザギザな感じで、でね、なんかすごいリアルでいいなって思うんですけど、はい、えっと、じゃあ今ちょっと私、右手にこれが、ネプチューンカブトへそうですね。ネプチューンオオカブトと、はい、ちょっと失礼して、パラワンオオヒラタクワガタはちょっとこんな感じ、叩き合わせるとですね、なんかこんな音して、いかにもなんか、 背中、虫の硬い甲羅と甲羅を叩き合わせてる感じになんか音ですよね。はい。なんかすごいリアル。はい。えーうん、全体がですね、えー、樹脂で作ってあります。えー、カブトムシの今の角であったりとかですね、クワガタのクワの部分。 も、えー、できる限り、えー、本物に近づけるように、えー、リアルに作っていますこのトゲトゲしたギザギザした感じとかとんがってる感じとかいかにも昆虫っぽいんですけどでも触っても痛くないんですよねおもちゃなので、えー、リアルに作りつつも尖った部分などは、えー、角を丸めるなどして安全に十分な配慮をしていますまた、えー、この昆虫たちはどれも足を動かしたり 羽を開かせたりして遊べることができるようになってます。うん、確かにあの足もちゃんとこうお腹のとこか関節じゃないですけど足の角度が変えられたりとか、はい、背中もね羽がなんか両側に開くようになってるんですよね。はい、あ、はい、開くと開いた内側の背中がまたちょっとなんか模様がついてて、はい、内羽のところですかね。はい、なんか感じがすごい筋筋になってて面白いのと、はいね、私カブトムシ今手に持ってるんですけどダマも 角もねあちこちが動いてここ細かくポーズが取れるようになっているんですね面白いこれはおもちゃ屋さんとかで売られているんですかこの昆虫の森シリーズはですねおもちゃの箱の中にガムを入れて、えー、販売しています玩具菓子という商品になりますですので、えー、スーパーのお菓子コーナーなどに並んでいることが多いです今ここに一個新品の えっと、箱があるんですけど、はい、これ開けてみますねじゃあ、はい、開け方は、ね、あの天面の部分にですね、うん、ミシン目が入っていますので底、えー、の部分を破いていただけると開くことができますあなんかいわゆるお菓子のパッケージみたいなあの、はい、よくあるパターンですね、はい、ちょっとこれ破、はい、いてみますねを開きましたで、はい、箱を開けると、はい、あ ビニールに入ってるんですね。ちょっとそれをビニールに入った昆虫の森を出して、はい、おなんかそこの森。あすごいちっちゃいぶガムが1個だけそこに入ってました。はい、なんかあれですね。ちょっとビニールにあのパッケージされた、なんかあの、ね、周りが硬くコーティングされたぶガムですね、はい。ちっちゃいこの大きな昆虫と一緒に、これは、 クワガタそうですねこれは、はいえー、パラワン大平田クたガタが入っていましたと一緒にちっちゃいガムが入っていましたこれ何が入っているかはパッケージを見たら分かるんですかはい、はいえー、パッケージの方に全部、えー、記入されておりますので<あ>、えー、もし売り場で、あのー、選んで買いたいっていうことがあるようでしたら、うん、目の見える方うん に、えー、お願いいいしててて選んででももらっていただいても大丈夫ですじゃあカプセルみたいにこうなんかどれか買って、はい、開けてお楽しみってわけではなくて、はい、これが欲しいって言って自分で選んで買うことができるっていうことですね。でじゃあちょっとガムと箱は脇に載せておいてこれ今ビニールあテープで止まってるんですねちょっと反してあっかビニールが3つ。 なんかポケットみたいなのでこう仕切りにあったビニールが三つつながってるんですけど、はい、これは胴体の部分と足の部分って別々に入ってるんですね。はいはい、そうですね。胴体の部分と、えー、足の部分別々に入れることで運送中にこう,う混ざっちゃったりとかしないようになってます。そうかそうか。はい、じゃあ今ちょっとそれ開けてみますね。テープで止めてあって今。 長いビニール袋が3つのポケットに分かれている感じなんですけど、はい、一番まあ私から今偶然開けた方向で一番左側に、あ、足なんですけど足がバラバラじゃなくて全部つながってるんですね。はい、あの胴体につける時のことを考えて、えー、胴体の穴の順番と同じようになるように。 あ、なるほど。あ、ほんと、あの、ちゃんと足が6本、右、左、右、左ってセットになって、なんか枝みたいなプラスチックのにくっついて、これを取り外して、この昆虫の体の方にはめていく。なんかその3つのポケットの真ん中は、これはあれですかね、組み立て方とか書いてある紙が、はい、説明書が入っていて、一番もう片方の端に昆虫の大きな胴体が、これはクワガタの、ちゃんとクワとか触角のついたクワガタさんが。 出てきました、はい、へえじゃあこの、えー、とプラスチックにあこうやって枝から取り外してて胴体の方にはめていくってことですよね本当、はい、先ほど岡さんが言ってくださったようにこの枝みたいなのにくっついている状態を順番に取り外していって昆虫に前から順番にはめていくときちんと間違いなく目が見えなくてもはめることができるんですけど実はこれバラバラになっちゃっても数字が、はい。 書いてあるんですか。はい。これはですね、えー、っと足の方と胴体には、えー、数字が印刷されてますので、うん、もしあのちょっとわからなくなってしまった時とかありましたら、目の見えない方は見える方に聞いて、えー、取り付けていただければと考えております。うん、じゃあまあバラバラになっちゃっても安心っていうことですよね。はい。はい、これ今足をつける前の胴体もすごいですね。このなんか胸とかお腹のカーブとかギザギザした感覚ってい虫のな なってあんまりこんな風に触れる機会ないけどこんな風になってるってことですよね。ねなかなかあの生きてるとこねあの足とか動いて触れる状況じゃないとは思いますので。はい、本当ですね。すごい本当面白いです。とこれ今六種類あるっていう風に伺いましたけれども、混合、はい、種類が増えていく予定とかはあるんですか。はい。えー、この昆虫の森シリーズはですね、えー、毎年五月頃に新しいシリーズが発売となります。 えー、来年、えー、の発売に向けましてもうすでに新しいシリーズの準備も進めてるんですけれども、うんえー、何がラインナップに入るかというのは発売してからのお楽しみということでお願いいたしますあなるほどこれじゃあ毎年6種類ずつなんですね,、はい、ですねじゃあ、うん、毎年毎年いろいろと、あのー、種類を考えながら準備しておりますのでじゃあ今年のでもう来年にはなくなっちゃうものとかも ね、あったりするってことですよねあの。年によって中身変わってきますので。うはい、そっかいや実は私あの以前この昆虫の森シリーズに蜂とかはい、はい、サソリとかあとなぜか昆虫の森なのに脱皮するカニなんかもねなんかちゃんと皮が取れるみたいなそんなのもあって本当、はい、毎年どんなのになるんだろうって楽しみなのでじゃあ来年もこうこきたい。 はい、感じですねです、はい。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。はい、今日はお母さん本当に楽しい商品のご紹介をどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。今回の音のカタログでご紹介した商品は、昆虫の森シリーズ。発売元は株式会社タカラトミーアーツ。価格は各380円税別です。お近くのスーパーでぜひ探してみてください。 昆虫の森シリーズは、目の不自由な子供たちも一緒に楽しめるおもちゃとして、日本玩具協会の審査に合格した共有玩具です。それでは今日はこの辺で。さようなら。